東京都立国分寺高等学校。東京都立国分寺高等学校は、東京都国分寺市新町に所在する都立高等学校。略称は、分寺。1969年、国分寺市の地元住民の要望で設立された都立高校。住宅地の中に立地し、周辺住民や生徒、他校生からは、分寺として親しまれ、国分寺高校の生徒は、 文字制と呼ばれている。都立高校の改革以降、着々と上向きつつある、進学率とユニークな教育過程から人気が高まり、入試の志願倍率も高い。平成16年度入試から、事項作成問題、国、数、A を出題していた。平成26年度入試からは、都立高入試グループ作成体制となり、新宿、隅田川とともに進学重視型民制。 高校グループとしてグループ作成問題を出題している。土曜日に予備高校誌を招き特別講習を行っていた時期があり NHK クローズアップ現代予備高校誌が高校にやってきたにおいて取り上げられた。2005年度からは特別講習に代わって土曜授業を復活させている。2007年6月より駒場、小山台、新宿、町田の各校と共に 進学指導特別推進校に指定され、進学実績のさらなる向上を図っている。平成二十九年度入試から、再び、自己作成問題を出題し、平成三十年度大学入試では、国公立大学合格数百人という飛躍を見せた。二千一年に進行者が完成。進学重視型単位制への移行に対応し、稼働パーティションを備えた、講義室やゼミ室。 自習室を備えているのが特徴である。この校舎は2006年公開の劇場用アニメ映画、時をかける少女でロケハンされ、登場人物の制服も本校のものであり、階段や廊下、科学室等が登場している。それぞれ国分寺高校入り口バス停下車と保約1分。なお、創立当初は地、城、井の3つを兼ね備えた人物の育成を掲げ、 本高校効果もそれに合わせ、1番、さとくろやかな知恵、2番、自給豊かな情、心、3番、強く高やかな意志、と歌われている。作詞は、根性合唱曲、君幸せかを、作詞作曲の二平忠彦。作曲は、小さや君つけたや、夏の思い出を作曲の中田義直。タウン高校として、また進学指導特別推進校として様々な、 特色がある。主要科目の教員は公募制により選抜されている。通常の高校より教員数が多く配置されており、国語、数学、英語など一部の科目では少人数制授業が展開されている。ホームルーム教室として使用される通常の教室に加えて、講義室が1から6の6室設置されていたり、自習室、ゼミ室など、 多数の用途で使用される部屋が多くある。将来の難関大学合格に重点を置いた単位制高校であり、前述の通り、主要科目の教員は公募制により選抜された教員が集められている。2年次から分離選択をし、中には複数のうちから選べる選択科もある。3年時は大半が選択科目になっているため、 個々の志望校や学力に合わせて科目を選ぶことができる。文系古典探求や数学3といった基礎発展系の科目、日本史演習、世界史演習、数学演習などの入試演習科目のほか、英会話、スポーツ、フードデザインといった教養系目も充実している。国際交流に力を入れており、オーストラリアのサウスオーストラリアシューマリオン市、 国分寺市の姉妹都市にあるハレット公部校との相互訪問が行われていたが、ハレット公部校の校長変更に伴う方針の変更によりやや強引に2015年を最後に打ち切りとなった。2016年よりシドニー郊外のニューサウスウェールズ州セントラルコース都市にあるテリガル高校へ訪問する形式へと変更となった。なお、相互訪問は継続しており、 日本からオーストラリアへの訪問が3月、オーストラリアから日本への訪問が7月となっている。東京学芸大学、東京農工大学、津田塾大学、東京経済大学、首都大学東京などの大学と協定を結び、いわゆる高大提携を実施している。2013年からは、東京外国語大学も高大連携大学となっている。これらの大学で講義を受けると、 大学入学後単位として認定される制度や、大学の教授の出張講義などがある。各校の後の括弧内は、参加学年である。表記がない場合は全学年による。なお、本校は、災害時の一時滞在施設、避難所、災害時帰宅支援ステーションに指定されているため、これらの施設が、有事の際には開放される。括弧内は、委員会の構成委員。 数字は人数である。通称、武道連。各部、同校会館の連絡を密にするために設置されている。青空委員会は、2016年4月に発生した、熊本地震を契機に、本校生徒改装務委員会及びこもれび、祭り運営委員会を主体とした多摩地区の、都立高等学校11校と青山の、K12 校で結成された組織。当初は、 熊本自身への支援として、本校文化祭のみで募金活動を行う方針であった。しかし、募金額には限りがあることから、より多くの支援金を募るため、また、周辺高校との連携強化を図るために呼びかけを行い、趣旨に賛同した、都立高校が集まりこのような十数校規模の団体となった。この委員会による最初の活動として、 高校生共同募金プロジェクトを開始した。この中で各校は文化祭等で募金活動を行い、熊本自身への支援金とした。最初の活動が終了した後も月1回の定例会など以降の活動も継続しており、さらなる参加校等の拡大を目指している。行事だけでなく部活動も盛んな学校であり、生徒の部活動加入率は95%を超える。 体育系の部活動では特にサッカー部が強く部員数は約100名と多い。男子ではサッカー部に入りたいという理由で本校を志望するものも少なくない。近年では1996年、1998年、2001年に全国高校サッカー選手権東京都大会の決勝に進むしている。当時の GK で OB に森田孝一郎がおり、 彼は2018年度本校で教育実習生として体育の授業でサッカーを指導した。最近では2018年にベスト4に進出した。また水泳部は関東大会及びインターハイ出場経験が何度かある。ダンス部は日本高校ダンス部選手権全国大会への出場経験がある。陸上部もインターハイ出場経験があり、ハンドボール部、 ソフトテニス部、女子バレーボール部、剣道部、ソフトボール部は関東大会出場経験がある。文化部では吹奏楽部、軽音楽部といった音楽系の部活動が人気である。部員数が50人を超える大規模な部としては、サッカー部、野球部、ダンス部、水泳部、吹奏楽部、軽音楽部などが挙げられる。なお、部活動の他に同好会も設けられている。 同好会館の連絡を密にするために、部、同好会連絡協議会が設置されている。毎年9月に、木漏れ日祭り、文化祭、体育祭、中夜祭り夜祭り、2016より正式に、中夜祭りの4祭を土、日を含む、約1週間でまとめを行う。本校関係者以外が入場できるのは、基本的に文化祭のみである。 1974年から4歳を集中して実施していたが、1976年にその旨が生徒会規約に制定された。背景として、1974年、1975年と休日が連休となり日取りに恵まれたが、1976年は休日の配置の間が合わないためのスケジュール議論が、紛糾し4歳を集中実施することの是非までも問われた。 小漏れ日祭流運営委員、運営委員長、勝ツ文化祭実行委員長、高柳、合唱祭実行委員長、切れ、体育祭実行委員長、今、小野祭実行委員長、綿引き、生徒会、生徒会長、勝又や、担当教諭を含め、学業への影響や、準備作業集中などについて、官官学学の議論の末の決定であった。結果、 木漏れ日祭りは四歳集中開催となり、文時制の象徴として、ここぞの一番で完全燃焼ができる体質を取得出る土壌として、有意義な環境が提供できることとなった。これに関連して1976年の日取りは、なお、昨今は、合唱祭、文化祭、体育祭の間に、各々の準備日と片付け日、中日を設け、稼働集中による過労とならないように配慮されている。 2016年の場合、となっている。この2016年度体育祭では予定日は豪雨のため中止となり翌日の予備日も競技場使用不可と判断されたそのため開催競技を絞った上で予備日に公定開催という稀なケースとなった体育祭の公定開催は1997年以来19年ぶりであった合唱祭では各クラスが 合唱曲を選択し、発表をする。審査は、外部審査員や木漏れ日祭り審査書務委員会によって行われる。外部審査員による審査による賞や木漏れ日、祭り審査書務委員会による賞などが優秀クラスに授与される。練習期間も長く、特に3年生は9月の本番に向け十月頃から毎日練習をするため、どのクラスも非常に質の高い合唱が披露される。 クラス別の合唱以外にも、有志団体による合唱等も披露される。ラグフェアの土屋レオや加藤よしきも、有志の合唱でアカペラを披露している。会場は、立川市民会館、アミュー立川、多摩魂、リスルホール、オリンパスホール、八王子などであり、2017年度は、所沢市民文化センターミューズで開催された。また、合唱祭が平日開催となり、 会場の都合により、地下庭一人の指定席制となっているため、干渉できない不景への対応として、文化祭期間中に講演会、PTA 部屋にて、大画面液晶モニターにて合唱祭の様子の映像が上映されている。文化祭は、例年土日に開催され保護者をはじめ、地域住民や、中学生など多くの人が訪れる。なお、こもれ日4歳の中では、 唯一一般市民が参加できる祭りとなっている。出し物は、クラス単位、または部活動単位で行われる。クラス単位では、1.2年生は、レクリエーション、食堂、喫茶、演劇から選択する。そのうち、お化け屋敷は2団体、食堂2団体、喫茶2団体と定数が決まっている。近年は、1年生が8団体のうちレクリエーション6、団体。 お化け屋敷2団体、2年生が8団体中演劇、4団体、食堂2団体、喫茶2団体という形が定型となっている。3年生は8団体すべてが演劇を選択し、武道棟もしくは体育館にて本格的な演出が行われ、一見に値する。多い場合は、体育館の座席をすべて埋めるほど盛況となることも、ある。通常の進学校では、 学園祭に深く関わるのは1.2年生のみという場合が多いが、登校では3年生も積極的に学園祭に参加することが大きな特徴である。部活動単位では、運動部系ではダンス部が、文化部では生物部、科学部、書道部、吹奏楽部やレゴ部などが実演、展示を行っている。中でも生物部は人気である。文化祭当日は校内各所に 各団体の催し物が開かれ、1.2年生のレクリエーション、喫茶、演劇が主にホームルーム教室、食堂は、書道教室、被服室、部活動は、特別教室及び講義室、3年生の演劇は、剣道場、体育館となっている。基本的には1団体1教室であるが、お化け屋敷団体に関しては2教室、喫茶団体に関しては、店舗1教室、 準備室1教室という割り当てである。また2016年には、青空委員会の高校生共同募金プロジェクトに基づいた募金活動を実施した。文化祭2日目終了後の夜に体育館で行われる、軽音楽部、ダンス部、吹奏楽部等のパフォーマンス、有志によるお笑い、ミスター・ミス・コンテスト、文化祭の審査結果発表などが模様される。 2015年からは中夜祭りにもテーマが設定され、パフォーマンス等もテーマにのっとったものとなっている。体育祭は木漏れ日祭りを締めくくるイベントであり、例年立川市の立川陸上競技場で行われている。2017年度は東京技場が改修工事を行うため、前年度と同様に工程開催が予定されている。 大きく分けて、競技と応援合戦で構成されており、それぞれ競技杯と応援杯と呼ばれる章があり、1から8組を縦割りにした1から3学年、統合の8段が争う。競技杯では、各学年の全員リレー、学年種目、文字最速を、舞台高リレーなどが開催され、総得点数が多い段3位までが入賞となる。対して、応援杯は、体育祭の目玉と位置づけられ、 八段がそれぞれのテーマで演技をする。こちらも審査によって上位3位までが入賞となる。応援杯の中心には応援団がいる。中でも三年生の演団は9月の本番に向けて2年次の1から2月から準備を始める。三年生演団のうち男女各一人が団長、チアリーダーとして選出され、団のリーダーとしてだけではなく、八段の 団地屋16人からなる団地屋会は、こもれび祭り運営委員会と並んで、体育祭だけでなく、こもれび祭り全般に関して、重要な役割を担っている。こもれび祭りはこもれび祭り運営委員会を中心に、各祭実行委員会。各祭実行委員と審査書務委員はクラスから2名ずつ、選出される。なお、こもれび祭り運営委員会と、各祭実行委員会。 木漏れ日祭り審査書務委員会に加えて放送委員会が木漏れ日祭りにおいて重要な一端を担っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。